2枚外南体動物種ドンクスベリアビリスの個体の殻は表現型に多様な色調とパターン化を示している。ここでは遠藤の花びらの色の特徴について遺伝子型と表現型の関係をパネットの方形を用いて示す。文字 B と B は色の遺伝子を表し図はその結果として生じる表現形を示している。表現型は 生物の複合的で観察可能な特徴や形質を表す遺伝学の用語である。この用語は、生物の形態学的、または物理的な形態と構造、その発生過程、生科学的及び生理学的性質、その行動及び行動の産物を網羅している。ただし、獲得形質は含まない。生物の表現型は、生物の遺伝行動、 または遺伝子型の発現と環境要因の影響という二つの基本的な要因に起因している。両方の要因が相互作用して表現型にさらに影響を与えることがある。ある種の同じ個体群に二つ以上の明らかに異なる表現型が存在する場合、その種は多形と呼ばれる。多形性のよく知られた例としてはラブラドールレトリーバーの経路がある。 毛色は多くの遺伝子に依存している。自然環境では黄色、黒、茶色とはっきりと見られる。リチャード・ドーキンスは1978年に、そして1982年の著書、ザ・エクステンディット・フェノタイプの中で、鳥の巣や、トビケラ幼虫の巣や、ビーバーダムなどの構築物を拡張された表現型とみなすことができると示唆している。ウィルヘルム・ヨハンセンは、生物の遺伝と、 その遺伝が生み出すものとの違いを明らかにするために1911年に遺伝子型、表現型の区別を提案した。この区別は生殖質と体細胞を区別したアウグスト・バイスマンが提案したものに似ている。この遺伝子型、表現型の区別はフランシス・クリックの分子生物学におけるセントラルドグマと混同されてはならない。これは DNA からタンパク質へと流れる。 分子遺伝情報の方向性に関する記述であり、その逆ではない。パネットの方形で確定された表現型と遺伝子型を表示する ABO 式血液型一見簡単な定義にも、かかわらず、表現型の概念には微妙な点が隠されている。RNA やタンパク質などの分子も含めて、遺伝子型に依存するものは全て表現型であると思われるかもしれない。 例えば、遺伝物質によって、高度化されたほとんどの分子や構造は、生物の外観では目に見えないが、観察可能であり、従って、表現型の一部である。しかし、ある遺伝子を持っていても、それが劣勢であれば、同一遺伝子座の優性遺伝子と、ヘテロな場合は、表現型に現れない。一つの形質の表現型には、複数の遺伝子座が影響を与えることもある。 このように、どのような遺伝子を持っているかと、その個体がどのような形質を示すかとは同じではない。人の血液型がその一例である。これは、生物そのものに焦点を当てた、本来の概念の意図を超えているように思われるかもしれない。いずれにしても、表現型という用語には、観察可能な固有の形質や特徴、あるいは技術的な方法で可視化できる形質が含まれている。 この考え方の注目すべき拡張は、酵素の化学反応から生物によって生成される有機分子、または代謝物の存在である。表現型という用語は、時には野生型との表現型の違いの略語として誤って使用されており、突然変異は表現形を持っていないという文を生み出している。分子遺伝学の進歩により、様々な生物において、 DNA の塩基配列を直接に比較することができるようになった。このことから塩基配列の比較から直接に系統が読み取れることになり、これを分子系統という。このような方法により、従来は区別できなかった分類群の分類が行われるようになった例は多い。その場合、分類群の区別は塩基配列によることになる。 だが、遺伝的な際は、形態や性質に反映すると考えるのは普通であり、このように区別された群において、遺伝子以外の形質に異を求めることも普通である。このような異が見つかった場合に、これを指して、表現型における異といった表現が使われる。もう一つの拡張では、行動は、観察可能な特性であるため、表現型に行動が追加される。 行動表現型には、認知、性格、行動パターンが含まれる。いくつかの行動表現型は、精神疾患や症候群を特徴づけることができる。ビストンビティアレリアモーファティペカ、標準的な、明るい色のオーシモフリエダシャクビー、ビティアレリアモーファカーベネリア、国家型、不連続的な変化を示す。表現型の変化は、自然淘汰による、進化の基本的な前提条件である。 次の世代に貢献するのは生物全体なので自然淘汰は表現型の貢献を介して間接的に集団の遺伝的構造に影響を与える。表現型の変異がなければ自然淘汰による進化はありえない。遺伝子型と表現型の相互作用はしばしば次のような関係で概念化されてきた。この関係をもっと微妙なものにすると植物、 柳ンポポは、スウェーデンの2つの異なる生息地で生育している。一つは、海沿いの岩場の崖で、広い葉と拡大した果樹を持つ、ふさふさした植物である。もう一つは、砂丘の中にあり、植物は細長い葉とコンパクトな果樹を持って、補食性を持って成長する。これらの生息地は、スウェーデンの海岸に沿って交互に存在し、 柳タンポポの種子が着地する生息地によって成長する表現型が決定される。症状場へのランダム変動の例は単元の数がある。これは全体的に異なる遺伝子型間、または異なる環境で飼育されたクローン間で異なるのと同じように単一の個体の左右の目の間で変動することがある。表現型の概念は生物の適応度に影響を与える。 遺伝子レベル以下の変異にまで拡張することができる。例えば、遺伝子の対応するアミノ酸配列を変化させない、サイレント突然変異は、グアニンマイシトシン塩基体の頻度を変化させることがある。これらの塩基体は、アデニンマイナスチミによりも高い熱安定性を持っており、高温環境に生息する生物の間では、GC 含量が多い変異体に対する、 選択的優位性をもたらすかもしれない特性である。遺伝子型は表現型の変更と表現型の発言に多くの柔軟性を持っていることがよくある。多くの生物ではこれらの表現型は環境条件の変化のもとで大きく異なっている。これを表現型の可塑性という。このような状態にある集団で本来の表現形を示す個体の割合を浸透度または 浸透率と呼び、各個体における表現の程度を表現度と呼ぶ。リチャード・ドーキンスは、ある遺伝子が他の生物を含めて周囲に及ぼすすべての影響を含む表現形を拡張表現型と表現し、動物の行動は、その行動を行う特定の動物の体内に、その遺伝子が存在するかどうかに関わらず、その行動のための遺伝子の生存を最大化する。 傾向がある。と論じた。例えば、ビーバーのような生物は、ビーバーダムを建設することで環境を変えているが、これは、ビーバーの門史がそうであるように、遺伝子の発言と考えることができる。同様に、鳥が、格好のような拓乱に餌をやるとき、それは、無意識のうちに、その表現形を延長している。また、卵の遺伝子が受粉を増やすために、 乱蜜鉢の行動に影響を与えたり、また、ク弱の遺伝子がメスとの交尾の決定に影響を与える場合にも、表現系を拡張していることになる。ドーキンスの見解では、遺伝子は表現型の効果によって選択されている。他の生物学者は、拡張表現型の概念が関連していることに広く同意しているが、その役割は、実験的試験の計画を助けるのではなく、 主に説明的なものであると考えている。表現型とは、生物が示す、観察可能な特徴の集合体であるが、フェノームという言葉は、形質の集合体を指す場合もあり、そのような集合体を同時に研究することを、フェノミクスと呼ぶ。フェノミクスは、どのようなゲノム変異体が、表現型に影響を与えるのかを明らかにすることが、でき健康、疾病。 進化的適応度などを理解するため重要な研究分野である。フェノミクスは人ゲノムプロジェクトの大部分を形成している。フェノミクスは農業の分野で広く応用されている。人口が飛躍的に増加し地球温暖化の影響により天候が不安定になる中で世界の人口を支えるのに十分な作物を栽培することはますます困難になっている。 フェノミクスを利用することで、干ばつや暑さに対する耐性のような有利なゲノム変異を特定し、より耐久性の高い遺伝子組み換え作物を作ることができる。フェノミクスはまた、個別改良、特に薬物療法に向けての重要な足がかりでもある。このようなフェノミクスの応用は、効果がないか安全でないことが証明される、薬物療法の試験を回避する最大の可能性を秘めている。 フェノミクスデータベースがより多くのデータを取得した後は患者のフェノミクス情報を用いて患者に合わせた特定の薬剤を選択できる。フェノミクスの規制が発展するにつれ新たな知識ベースが個別改良や神経精神症候群の治療の実現に役立つ可能性がある。ありがとうございます。